こんにちは、本郷奏太です。今日はポケモンセンターに行ってたくさんお買い物をしてきたので、それを紹介していこうというなんてことない動画です。そもそもポケモンセンターとはですね、ポケモンのグッズを取り扱った公式ショップです。たくさん売ってます、ポケモングッズが。月に 2,3 回は少なくとも行ってるかな。あとは仕事で地方に行くときとかはポケモンセンターがある駅だったらもう確実に行きますね。でね、今日も新商品が欲しくてポケモンセンターへ行ってきました。このね、ポケモンフィットっていうちっちゃいぬいぐるみのシリーズがあるんですけど、それが最近ルビーサファイアのポケモンが発売されたんで、ちょっとねそれが欲しくて買ってきました。じゃあ紹介していきましょう。まずはこの子、サーナイトちゃん。うん、かわいい。サーナイトはねすごく好きなポケモンなんで、このぬいぐるみはどうしても欲しかったです。イエーイ。もういかにもね、なんか賢そうでしょ。この子はすごく強い子です。そして次はこの子、ルリリちゃんです。可愛いですよね。この子はマリルっていうポケモンの進化前のベビーポケモン、赤ちゃんポケモン的なポケモンなんですけど、こんなねカービィみたいな顔で見つめられたら買わざるを得ませんでした。可愛いね。この玉乗りしてるように見える玉は尻尾です。ほら、尻尾がビヨーンって伸びて大きい尻尾に乗ってる。これでも知らない人が正面から見たらさ、もう完全にこれ雪だるまですよね。ねえ、これ胴体で手でねえ、よかったですね、知ってる人に買われて。そしてお次のポケモンフィット、この子、チルット。チルットは鳥のポケモンです。可愛くないですか、このなんかふわふわ感とちょっとアホみたいな顔してるところが可愛いと思います。ほら、このモフモフ感ね。こいつもなんかこんな顔で見つめられたら買わざるを得ませんでした。そしてもう一匹、じゃん、アブソルくん。なんかこのさ、スマートでかっこいい感じ、うん、中二っぽくてすごくいいと思います。でね、何体かいたんだけど、この前髪の感じが一番いい感じの子を選びました。僕がポケットモンスターの世界のトレーナーだとしたら、なんかアブソルあたりを使いそうな気がするんで、勝手にこの子には親近感を覚えて、なんかお気に入りのポケモンっていう感じです。今日買ったポケモンフィットはね、この4匹の子たちでした。ジラーチが欲しかったんですけどね、売り切れてたんですよ。やっぱ人気のポケモンだからね、ちょっとみんな買ったんだと思う。ジラーチがなかった。ポケモンセンターの棚でさ、ジラーチのところだけぽっかり開いててさ、もうそれを見た瞬間、僕はもうジラーチって感じでしたね。あの七夜の願い星のジラーチの名シーンね。だからね、またポケモンセンターにはちょこちょこ行って、ジラーチが売ってないかっていうのと、あとは他にもね、ちょこちょこと仲間たちを買い揃えていこうかなと思っています。他にもね、いろいろ買ってきましたよ。なんかさ、この取っ手付きの、なんだろう、スープカップって言ったかな。なんかこれすげえ可愛かったから買いました。これにさ、ポトフでも作ってさ、入れてさ、こうやって食べたらなんかすごい素敵じゃないですか。あのね、本郷奏太ね、グミとポテチしか食べないみたいなね、こうネットに書かれてましたけどね、お食事食べますからね。グミとポテチしか食べないわけないでしょ、死んじゃうから。お食事もちゃんと食べてます。あと次これね、あのね、お名前シール、いやマジでふざけてないから、お名前シール欲しくて買いましたから。ポケモンカードのグッズとか、まああとサバゲーのグッズとか、結構ねみんな同じものを使ってたりするから、あれこれ誰のだっけ見たくなるから、お名前シールね結構ね普段から使ってるんですよ、もう証明証拠のため。だからね、これすげえ可愛かったから、お名前シールを本気で買ってきました。これをね使っていきたいと思います。そしてあとはね、まあほとんどもうあとカードのものかな、ポケモンカードの。あ、これも買いました。なんか缶ケースのコレクションで12種類のうちどれが出るかわかんないんだって。これはね、ポケモンカードのね小物とかを入れるのにね、ちょっとちょうどいいサイズなんですよ。だからね、ちょっと何が出るかなって感じで買ってみましたよ。開けてみましょうか。好きなポケモンだといいなという感じで開けてみましょうよ。じゃん、ん、お、人影だ、かわいい、いいじゃないですか。よかったな、人影、お前の缶ケースだぞ。よかったよかった、かわいいね。そして裏面はなぜかディグダのトースト。そしてデッキシールドっていうのをね2つ買ってきました。ポケモンカードのカードを入れて守ってくれる、まあ、ビニール袋というかスリーブってよく呼ばれるものですね。こっちはゼニガメ、カメール、カメックスのデッキシールド。これはほっぺ大集合シリーズ、ピカチュウに似てる方々、まあ、なんて言ったらいいかわかんないけど、ピカチュウに似てる方々がねたくさんいるんですよ。その子たちが大集合したデッキシールド、これ可愛いから買いました。そして次はね、プレイマットを買いました。プレイマットっていうのはこう対戦をするときに敷くシートですね。すごい質がいいラバープレイマットって言うんですけど、これを敷くことによってすごくねカードが取りやすくなったり滑りが良くなって、なんかプレイがしやすくなるって感じ。こういう絵柄のやつを買いました。じゃん、おー、かわいいですね。あー、いい感じじゃないか。みんなが部屋の中でくつろいでるって感じだね。愛玩動物って感じ。カビゴンの上で寝てるヒバニーがねとても可愛いですね。あ、そしてね、ポケモンカードで使うね、こ
コインのガチャガチャがあったんでね、やりました。エースバーンとザマゼンタが出ました。これ両方とも持ってなかったんで、これは嬉しいです。で、あとね、シールをもらいましたね。このポケモンフィットの新しい子たちが発売されたのを多分記念して、なんかこう、シールがもらえるキャンペーンをやってたんで、もらいました。こんなに種類があるんですけど、その中から1枚もらえるよ、みたいな感じだった。僕はね、このプラスルとマイナーを選んだんですけど、なんかね、改めて帰ってこれを見返したら、もっと欲しいのもたくさんあるぞっていう感じ。このサーナイトの進化ラインも欲しいし、クチートとかも欲しいしね、ラティラティとかさ、ジラーチも欲しい。なんか1日1枚までもらえるらしいんで、また何回か行かなきゃいけないっすね。そして最後、カードが売ってたんで、ちょっとずつだけ買ってきました。シールド、ソード、一撃マスターをね、5パックずつ買ったんで、ちょっとこれは開封していきましょう。いや、一撃マスター売ってたんだけどさ、連撃マスター売ってなかったんですよ。なんかどうやら連撃マスターの方がちょっとだけ人気らしくて、まあ売ってなかった。なので、今日はこの3種類のパックを買ってみました。じゃあ、開けていきましょう。じゃあね、一回動画でも開けたことのある一撃マスターから開けていきましょう。ポケモンセンターに行くとさ、こうなんかカードがね、揃ってたり足りてたりしても絶対パック買っちゃいますね。これはもう病気だと思います。ワンパチ、ボール探しのワンパチ、デルビル、コフーライ、チャオブー、チバという感じでした。2パック目、じゃん、闇カラス、上向いてる、ニャスパー、クセッケが可愛い、鬼ドリル、これね実は強いんですよ。 1N70点、 2N0、 エレキブル、ビビオンという感じね。1枚ぐらいずつ V ポケモンは出てほしいところ。3パック目を開けていきましょう。ドーミラ、ドータくんに進化するやつ、ズバッと、コフーライ、お、石炭山、石炭砲の石炭山、これねちょっと集めてたんで嬉しいです。そして柴さん、柴さんたくさん出るね。今日ポケモンカードを買ってたらさ、なんかあの動画見てますって話しかけてくれたお兄さんがいて、なんか本郷さんの動画見てポケモンカード始めましたって言ってくれて、めちゃめちゃ嬉しかったですね。あー、なんか余ってるカードを持ってたらあげたかった。さあ次、鬼スズメ、バネブー、アイアント、お、なんか V っぽいぞ、おー、アップリュー V。 このね、酸っぱい唾液はね、序盤に強い技なんで僕欲しかったです。嬉しいよ、キャンプセット。よしよしよし、 V ポケモンが1枚出てくれました。じゃあ一撃マスター最後の1パック、チリーン、クチート、クチート、このイラストマジでかっこいいよね。ベロリンガ、エンテイ、おお、かっこいいぞエンテイ、君に決めたにも出てましたね。そしてトロッコン、一撃マスターはこんな感じ。さあじゃあ次、シールドを5パック開けていきましょう。さあどうだ、お、ガラルジグザグマ、これ強かったよね。いや強いんだ今でも。そしてコマタナ、コマタナは切り刻んの前の子、カムカメ、そしてどうだ、お、光ってるマリー、これは嬉しいですね。そしてムシャーナ、僕はゲームはね、シールドをメインロムとしてやってました。もちろんね、両方持ってるんですけど、シールドをメインでやっていましたよ。さあ次、ヒメンカ、野沢さん、クチート、お、このイラストもね、かっこいいですね。なんか雨の中戦ってるって感じ。サイホーン、かわいい、ダイオード、これスターターデッキにも入ってるカードですね、それのキラ仕様って感じ。ドラピオン、そう、 V スタートデッキっていうね商品もあるんで、それもおすすめです。始めるには結構おすすめ。サッチムシ、スコルピ、トサキンとトサキンとトサキンと、ガラルマスグマ、幸せ卵、おお、これねちょっとね足りてなかったっていうか、ちょっと欲しかったんで嬉しいです。エビワラ、ムンナ、うわ、なんかこれかわいいな、こういうなんかさ手芸みたいなやつのイラスト時々ありますよね、かわいいと思います。トサキンとトサキンとトサキンと、ガラルタチフサグマ、タチフサいでいる。あ、で、ブロッキング、このデッキね友達が使っててね、結構ねコテンパンにされた思い出がありますね。そしてクイックボール、おー、クイックボールは何百枚やっても嬉しいカードなんで嬉しいですよ。じゃあシールド最後の1パック、ヒバニー、ニバー、サイホーン、この下からのアングルでも可愛いのは本当に可愛いってことだと思います。アズマ王、お、なんかちょっと縁が見えているけど、これは光物だぞ、どうだ、次、えい、おー、カビゴン VMAX のトリプルレア、かっこいい、巨大マックスの姿だ。このカードね持ってなかったから嬉しいですね。うん、いいと思います。かじりガメ、じゃあ最後ね、ソード、ザシアンくん、かっこいいですよね。これも5パック買ってきたんで開けてみましょう。ゴース、パッと消える、
このポケモンとついているすべてのカードを手札に戻す。おお、パッと消えるんだな。マラカッチ。あ、なんか色合いがすごく可愛いイラストですね。見てこの技、チクッだって。そしてメッソン、メソー、可愛いね。この子はね、よく泣いて姿を消しちゃうポケモンですね。とても可愛い人気のポケモンです。マルヤクテ。あー、なんか洞窟の中に潜んでるボスっていう感じでかっこいいですね。そしてビート、ビートくんね、ちょっとなんか主人公にちょっと嫌な感じで立ちふさがる、まあライバル的な男の子なんですけど、結構ね最後には可愛らしいところとかもあって、僕はこのビートくん好きですよ。お、チラーミー、技名がチラミですよ。すごく可愛くないですか。チラーミーのチラミだよ。しかもこの相手の山札を上から1枚見て元に戻す。これどう言葉を選んでもですね、うん、弱い、ごめんねチラーミー。でもすごく可愛いですよ。進化したらめっちゃ優秀なね、チラチーノっていうポケモンになるんで、すごくいいポケモンです。好きですよチラーミー。ヤクテ、おー、いいですよ。マンタイン、鉄砲魚が一緒に泳いでる、可愛いですね。ジメレオン、メッソンから進化した男の子で、いや男の子とは限らないか。大きなお守り、これもね嬉しいです、強いですよ。ソードの3拍目、エンニュート、焼き焦がす。エンニュート、バチンウニがなんかすごいのほほんとした顔をしてますね。平和で良さそうですね。バチンウニ、ナットレイも強いポケモンだよね。ゲームの対戦とかで出てくると、うわーこれどうやって倒そう、炎技持ってるポケモン持ってきてないよみたいなことがあるポケモンです。インテレオン、お、さっきのジメレオンから進化した子。この子はねスナイパーです。狙って撃つことが得意な子ですね。最後普通の釣り竿、これもね強いカードなので嬉しいです。と残りソード2パック、青ガラス、ヤジロン、お、なんか回転してる、ゴース、パッと消えるゴース、丸役で、洞窟のボス丸役で、お、ビートくん、お、なんか見たことあるカードばっかだったな。もうあっという間に最後の1パックになりました。なんか光ってるカードぐらい1枚欲しいですけど、どうでしょうか。ガラルニャース、あー、なんか背景がいい感じのイラストですね。かっこいいですよ。グレッグル、はいはい、クラブ、おー、なんかこのイラストもね、なんかファンシーで可愛いです。さあどうだ、お、 V っぽいぞ。おー、ザシアン、もうねこのポケモンはねずっと強いですよ。ザシアン V はマジでずっと強い。このポケモンカードはこのザシアン V を中心に回ってると言っても過言ではないぐらい強いカードです。そして最後ロズレイド、おー、かっこいい、後期だ、ハンドスピナーを持っている。さあポケモンカードの開封結果はこんな感じでしたかね。いやこのねパック開封はね楽しいんですよ。正直カードはねもうだいぶ揃ってます。ほとんど持ってるんだけど買っちゃうんだよね。多分ねこれプレイヤーだったら分かってくれると思うんだけど、買っちゃうんですよ。で楽しいんですよ。なのでまたポケセン行った時は必ずパックを買いたいと思います。さあ今日はポケモンセンターでした買い物をただただダラダラ紹介する動画でした。本郷かなたの日常中の日常という感じでしたね。こんなに緩い内容なのに最後まで見てくれていたとしたら、それは本当にありがとうございます。では今日もご視聴ありがとうございました。よかったらまた見てください。バイバイ。